ね、ね、今日でクリアかな、ね、ね、ね、来たよー、ちょっとペロペロもみもみなでなで、ね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 、どこかで扉が開いたみたいだ。ちょっと探してみよう。敵の挙動が完全。あ、そうだよ。3は公式で発表したけど中止。なったんや。落ちません。よし、鍵を手に入れた。3はキャラクターコンテストとかもやってたんやで。もうホームペ、イカラク。スリーカーの鍵、あ、こんばんは。ね、カプコンってキャラまで作って中止のゲーム多い、多くない？フリーターの鍵。出産イベントはやった？ネクネク出産。携帯の壁紙配信とかもやってたなあさん。TBN、ドカタの、イちゃん。
ませてよ。松坂世代が続々引退。楽しいな。東芝を倒したい。オールラウンダー SP はあった方がいいと思う。ね、こんばんは。ね、お邪魔するわよ。HP メモリだ。ね、こんばんは。どこかで扉が開いたみたいだ。ね、これで鍵が。ヘルメットはダウン防止。なるほど。ね、ウィッチャーの鍵。ね、開いてんじゃん。
やっぱヘルメットなしがロックっぽい。わら。呼べば来る女。確かハイパワースコープラウンダー SP で攻撃の射程を MAX 以下なく同僚都合のいい女みたいに言うのは NG。 ロックが都合のいい男なんだよな。ねっねっ。いたんでしょ。天気はつらつ。テニスをぶち込むのさ。ねっねっ。どこかで扉が開いたんで、今の若いトレマジュン知らないんじゃない。ね、やらないか歌ってた人もほとんど高校ないからね。これで鍵は全部揃ったはず。あとは人間山順は古典やぞ。勉強しとくげ。ね。古典なのか。阿部さんくらいは学んでほしい。わあ。ね。時代は流れ、今は BIIM 兄貴の時代か。古典。ね、ね。ね、学校でちゃんと教えないのが悪い。ケツダイナマイト2。
突っ込んで自爆するの好き。この娘、耳が4つある。1つ。ドラキュラさんがやりたくなってきた。ヤマトタケルの女装エピソードだけ読み聞かせたらいいじゃない。もう続編は諦めるからリメイク。欲しい。コモの未成年も少なからずいるからね。長いね。ね、おっす、おっす。ね、そういえばスナイパースコープ作ったっけ？ネクネク中ー、うん、ね、BASH さん、プロジェクトはどうなったんすかね。もっといけるダンジョンとかアイテムとか増えたら絶対面白い。ね、マグネットパワープラス。ね、BASH さんはお亡くなり。ね、楽しいな。プロジェクト作ってほったらかすよりマシだ。発言健全とは言わんが、稲舟も多分仕事相当遅いんやろな。イカラス一番。その BASH3 毎回ネタ出すのなんな。ぶち切れ。当時の発言はあれだったから、ロックマンシエルも楽しみなんですが、開発データは僕が食べちゃいました。ねっねっ、勝利新集動画ありがとう、ペロペロ。ね。ね。この中の中で。BOF4 のピーポのいたとこ思い出す。開発データって食べられる。ロークは。ね。クリム、もうサンデルとか言ってまだ出ない。エクゼのウイルスでしょ。それは出なくていいです。
2が出てるんか。横文字弱いのでデスクリムとディアブロが詰まる。側以外全部パクパクしたとトモノってゲームがあって、デスクリムにはあるぞ、にはある。デスクリ冷戦版で我慢見えない。ね、聖剣伝説4もまだ出てないし、 BASH3 もまだでしょ。白目、細い通路を抜けたあたり、いるみたいよ奥さん。デスクリムは2作以上出てるんだよな確か。紙以外はゲーセン版のレアデーなん、森泉かな。聖剣はいい加減認めるんだ、スクエニなんだし。俺の聖剣をどう思う。デスクリム、もう X の思い出あげて、にはあんなネタ。しょうがないゲーム、越前のセリフおもろいけど。その毒針しまえよ。その聖剣折れてない。その聖剣錆びついてゴロゴロなってる。聖剣4やらないの。その銃はお前を破滅へと導く。ノコギリはともかく、ツルハシは何使ったんすかね。やったぜ。 DIABLO さんが SWITCH で出るんだってね。くそ、こんばんは。くそ、ね、こんなポスター貼る必要があるんですか。基礎から立て直したんでしょう。適当。なんか、みたいなポスターだな。お前れ、ずかゆを、歓喜、思春期だからね、しょうがないね。を行う。ね、赤、タン、火あげちゃう。そもそもそういうことするのか。ロールちゃんがカスタマイズするんですかね。あかりママがブユー。赤、こんばんは。ね、ミスインテグレートが打てるピューなゲーム。いいね。ドリル息子スティックでロールちゃんが悶絶。ね、おはようございます。 M、辛さはマイクロ系に、す、たかひろ、L、す、あかりちゃん落ちて。
ロールちゃんをカスタマイズしたいぞ。唐突な孫子への罵倒。くそ。赤、キスはヒントリスタンド。X の時点で DNA データというのが一つ一つのレクリロイド。イカレック、鬼キスを息子スピックつけて差し上げろ。差し上げません。BASH3 まだですか？ほぼ X キスのステータス AO って強いぞ。そもそも性欲なるものはあるのか？ね、アンドアカリちゃん、おっす、おっす、中国共産党。マークされる弁護士は NG。 ロールちゃん、あるだろう。目をつけられるとか、あの雑魚弁何したの？レプリロイド。何か書いてあるな。DNA があるのか。じゃあ X 君と DRO 君、イカ略。剥がすと地獄。2枚目の扉か。すが、それは。スリーパーって書いてある。DRO はレプリロイドじゃ買ったような。もう同人ゲームでで。って書いてある。しまおう。俺はやらないけど。最後のはずなんだけど。雑魚か。美味しそう。スリーパーって言おうぞ、の。日本人は、唐沢弁護士を名乗って何とかってないよ。REDASH はどうなった？昔見たことがあるような。赤、声優は視聴者兄貴で。嫌な感じだ。開けちゃいけないような気がする。2D の DASH3 なら遊べますね。ね、島壊れる？人。でも開けるんだよ。生きてたよ。誰だこいつ、ね、謙遜するクッキー声優を使って。終わり。でいいんじゃない？なんだ。なんだこのさ。日本人層どうさわかは。あなたが私を起こしてくれたんですか？予定より少し早かったですが、ね、まあいいでしょう。起こしてくれたことを感謝しますよ。まずいですよ。これで風が好き。あなたはどこかで。赤、ジオングでしょ。これは失礼いたしました。ね、あなたはマザー直属の大軍粛清官。声から確かお名前はロックマントリッガー様。申し訳ありません。でも地位は低いんでしょ。そのようなお姿でしたら気づくのが遅くなります。石田さんで会ってるぞ。赤、糸目は強から。石田さんやで。何を言われる。サルコー表現、石田さんだ。メモリーを失われたんです。石田は悪役がいい。じゃあ一体何のために私を起こされたんですか。思い出すよな。私はてっきり簡単。私が眠っている間に増えすぎたデコイを処理しに来てくださったのかと思ったのですが。デコイ処理。この頃の悪役の石田率の高さ。都市型機動兵器運用における条例 A-10。 デコイの数は規定数以上増やしてはならない。規定数を超えた場合は速やかに処理すること。まったくデコイたちは放っておくとどんどん増えて上層構築物を汚すから困ります。石田さん、悪役。まさかアキラの石田。島の人たちのことか。あのデコイたち、大衆モデル B 型はゆらぎが大きく制御も今のはアンチの2人の極み。ここらで一度初期化した方がいいかもしれませんね。初期化？さっきから君が何を言ってるのかわからない。島の人たちを初期化するってまさか。あっ、この世界の人間はデコイという店人間だったという証拠。どういう意味だったのか。だからどうやって増えてるんだろう。後でエデンにバックアップメモリーの有無について問い合わせて差し上げますので、しばらくそこでお待ちの程を。今のはアンチの二人の極み。ファイナルというかメガ系 LAW とか含め昔からのテンプ。イカ略、赤、タズー、フォモの抜きどころ。同人みたいなことされちゃう。聞きました、お兄様。ああ、とんでもねえ野郎だ。
島の連中を皆殺しにするつもりだぞ。くれるいい人だった。ことするんでしょう。お兄様、早くあいつを止めないと。どうやって人間増やすの？こんばんは。仮面にならねえし、大地俺たちじゃ勝てねえんじゃねえか。そんなこと。偽装結婚でしょ。あの子がいるじゃない。ちょっと気に食わねえが、 iPS 細胞その手でいくか。かけろ。終末論防御下が発射機で、よかったよかった。体細胞分裂だよ。とは言うものの、ショタリよ、泣かない。おいトロ、止め方わかるか。こんなもの、こうすればいいのよ。大丈夫ロック。赤、ホモはアメーバ、はっきりわかんだね。ね、オッスオッス。なお、助かって。デコイは人間。ね、近いから大体人間。おい、それじゃいません。いいのか。わかりやすい。こんなもの。この足、限る。ロックくん、簡単だった。まだあんたのこといじめ足りないんだから。こんなもの。この手、生きて帰ってこなくちゃダメなんだからね。助けてくれるあたりも良いよね。ありがとう。じゃあ、行くよ。大丈夫だトロン、やつならやってくれるさ。赤、トロン様とロックがハーハーしてる。おなみトロンのがヒロイン、ルゲンエクリン、いい。このデレ、やっぱりいいですな。人間をモデル作られたレプリロイド。ではない、何かという設定で、イカレクム、昔の技術だから畑が壊れる決まってんだろ。トロンのが前列いけるからしゃあない。ドーラ一家っぽくてますますラピュタっぽいっすね。ロール、私のセリフ取られた。トロンも難機、クロスオーバー出演多いね。マブカク、出てたっけ。成長もするし、年齢も変わるし、薄い本もクロスオーバー出演。マブカクとあと何、出てたっけ。マブカクも PXD も、最初のロックマンとトロンが出てたような。ビンツトムっぽいループ的な機械。そうだよ。プロジェクトクロス。トロンさんいましたね。ロールちゃん派は少数なの。PXD は X じゃなかったっけ。タズカク。ね。ゴールドタイタン。トロンはいるけど、ロックマンは X の方がいましたね。PXD は、赤。あかりちゃんは金髪好きだからロールちゃんで。PXD は X とゼロ。トロン、完結したんだよな。カラスがかっこよかった。タズカク。申し訳ない。エンデバは NG。ロックマンは X でトロンだけ出るとかあるんか。新作はよくわからん虫型ロボットの運慶を食べる漫画。やっぱり幼馴染がノー1お、もう来たくは別。贅沢品買ったわけじゃないんだがな。ロールちゃん、ガンバえ。トロンが出たのは前作のナムカクからの続投だったんだっけ。マブカクにも楽しいぞ。X くんとゼロくんはロボットでレプリロイドじゃないんでしたっけ。ロールちゃんって掃除のイメージしかない。マブカクのゼロは雷光剣が猛威を振るっていましたね。思わせぶりなサルー。赤、ビビの妹と幼馴染はどっちが強い。ナムカクは DASH のみで出てたからね。ヨーホースコ、ママが強い。X はプロトタイプレプリロイドみたいな扱いじゃなかったっけ。顔が良い方が勝つわ。私がこの部屋に入った時点で、
すでにエデンは召喚されました。この島のマスターキーである私がこの部屋を出ない限り召喚は解除されません。あかりちゃんは強キャラなのか、アーナーターノカーミーノーケーナムカク。あとはエデンが命令受領可能コードまで降下してくるのを待って、のシナリオつなげるんだよ。早くしろよ。黒松越だ。少数が都団長スコナムカクで復活するやべえやつ。申請が受理されればエデン駐在の責任1万人が、エコい怖い、ものの5分もしないうちに全ての作業を完了するでしょう。ちなみナムカクはおめでとうね。赤2号機がジオフロント降りていくイベントを思い出す。マスター兄貴はほんと天才やな。ナムカクとか友禅味方キャラがかっこいいけうなゲーム初期化楽しいなね。地球ありますね。ダイナモ感覚、この圧倒的絶望感ね。赤、これがアクシズですか。モーツァルトより好き。ラグナロク、呼んで逃げるのよ。な、発射、発射、エデンが動き始めた以上、友達、あなたに邪魔されると私のキャリアに傷がつきます。幸いあなたはメモリーを失われていらっしゃるのです。EXD とかいう主人公が続編で前作主人公この島における私の面積特権を行使させていただきます。で1万人とかくらいじゃねこれ。赤スーパーキャッチ光線、あなたをメプリロイドのくせキャリアとかあるのか。エデン絶対に許さない。コゴミーは本当はだったからな。前作主人公は名前だけ出てただロンチ。お仕事大好きか。行きますよ。ね。なお2でナムカクの前作キャラ。切り替わるものを。これはどうよ。ここですか。そう、黙りとかは好きだったけど。これはどうよ。あ、行きそう。行きますよ。3メモリ食らうの強くて行きますよ。というかノリグミが退社前、ショームを閉じたかっただけだと相変わらずの強さ。ねねね、慣れると簡単なボスさん。杖へ、あらもう石だよ。衝撃力だけは行きますよ。やりますよ。クイックマン当たるな。クイックブーメラン当たれ。は名言やったか。ハードマンの頭つきとか HP 半分持っていかれるからね。やったかやったか。ワロ天然二層砲使わないとよけれないんだっけ。エデンが降りてくるまで
もう少し時間がかかりそうです。それまでに私を倒せればエデンを止めることができますよ。あ、もっとも私を倒すことができればですけどね。ウッドマンの体当たりよりは発作当たるべきやな。ジュノさんの発作リンスクリーンで熱望しかない。速報入るのか。改造教師大月だせ。隊長、ほんとジェノバみたいだな。難しい能力のあれ使うとしいと思うボス。行くぞ。キモい脊椎が強靭そう。初戦リーバーアクア強大化と思っていたのか。これが力だ。ライブチャッター、アクアニアースみたい。サマラ、そんなおもちゃはこの必要はない。HP ゼロだけど。あらら、あ、遅かったか。強くてね。死にます、死にます。はえ、ね、シールドリペアモッドランの毛よ、境滅ビル。デドン、滅亡。でも後半第1形態慣れてたから次は余裕でね。これはどうよ。行きますよ。食らいなさい。いい注目してるな。これはどうよ。ゲームの悪役の考えることが理解できない。いい注目欲しい。いきますよ。赤、そのブッツリーラームズのガトリングみたいでかっこいい。ロックマンズの塔、これはどうよ。今の羽でしょ。見た目で頭がぶっこらんだって。これはどうよ。明るい未来を、世界を滅ぼそうなんて思考は理解も共感もできなくて。これはどうよ。シリーズの魅力あるのね。まだまだ。お前それテイルズ・オブ・アビスでも同じこと言うの。怪我なんて目的さえもわからない。そうです。ロックオンは R2 とかだもんね。趣味だね趣味。そうです。らいなさい。アビスは鉄畜生しかいないから滅んでもいいよ。いい加減になさい。ね、ただ動けなくなるし動いて注目、動いて注目とやらないとすれば力つく。アメマンだよアメマン。死をくれてやる。いきますよ。畜生ばかりでも他の人はちゃうやろ。赤、エクスデスは何の目的で無の力使ってるんだろう。やったぜ。アビスはウークの先生も滅ぼしたいわけじゃないから多少ため。出れますね。ハッピーのスタート。願って待っとるからださが。ルンデネーも知らんけど、すごい魔法パワーが欲しかったんでしょ。エクスレスの存在そのものが謎やし、優しくの俺も無の力を使いたくなるし、読むぞ。ユーの体は狙ってる。赤、背骨伸びてない。エクスレスは、いたきだな。ロックマンダッシュ頑張ってね。パン広くない。いいパンがあと3つ欲しい。ガメオベラ。世界征服で満足したからってドールズという悪趣味は隠せられんぞ。
わっ、このたわけが。赤、ネオエクスレスとは違う人。背骨伸びるとかぐされでどうかよ。人の持ってるものは欲しくなっちゃうから、まあ。ね、誰も。いい勘だけは最後まで取っておく。行きますよ。これはどうよ。隣の芝生は青い色目。行きますよ。この前のホンダみたいな体当たりだな。あいつ。赤、ここら赤は不正とかも。背骨伸びたら、これはどうよ。エクスレスはエクスレスだけの力。飲み込まれてできた何かに、イカレス、ロスコイ。メガ様は少女ハイレで分断を作りたいから世界征服をした。先輩移動封印はやれる気がしないな。頑張ってね。ね、ね、まだまだ。行きますよと教えてくれる聖人。その声で行きますよって言われると雷落ちてきそう。ハイレグだって、変身タイプじゃなかった。行きますよ、行く。行きますよ。行きますよ。シャドリーン一時面接で起きたぞ。いい加減みんな。第一形態のセリフは敬語なの。第二形態になるとセリフが重くなって。これはどうよ。カラキリ。フライナカジ。ね。ね。負けるおじさん。赤、シャドリュー面接会場はどこですか？逆転差は出す子、フリーザ様みたいなもんよ。どうです？行くぞ。そう。では。しまっては見てんのよ。優しくないのに、ボーミとメガはどっちが強いの？ね、頑張れ頑張れ。毎年会場違って情報を、ね、入れるところから始まってるの。ボーミ、ね、これでどうだ。うん、やっぱり敬語じゃない。イレギュラーだ。いい反応ないな。ボーミ最強説。痛いし硬いし強いな。あと1分。敵を視線上。敵を来ないとすぐ攻撃受ける。前の持続値を。あら、なんだ、なんだこのさ、なにそれ、え、なにこれ、あた、強いな、剣、なんとかしろ、なかなかやるじゃない、冒頭ミッションやったの、ね、やりますね。はい、行きますよ。これはどうよ。これはどうよ。ね、行きますよ。やりますね。ゲーム配信プロで見てしまった。冒頭イベントはまずいですよ。行きますよ。覚えてても反応できなくなるのは老化だよ。まだまだ。これはどうよ。
ネッパそうじゃね。ネッパシー沼で借りていくんだぞ。ウイルス使って神これはどうよ。なるとかいい夏よりかはマシか。ネクサ MMMO行きますよ。いい加減になさい。ロックマンが死で老いを感じる。ネッネッネクちゃんもあらさらフライナサイネッフライナサイボイスロイドの肉を食べると若返るらしいですの。あっちゃんじゃないの。これはどうよ。このスピード感の放送を見てるの大体味噌汁でしょ。声優にあれを取る彼氏さんとはうまくいってたんじゃないの。これでどうだ。これでどうだ。ネッミサイル撃たんな。これで決まんぬ。ネッ俺もボイロのお肉食べれば俺の爪がネッになるのか。はこれでどうですから。これでどうだなってますね。セリフ汚い。これネッネッやってたフラットスベインド今聞き直したけど面白かった。これはどう。ハモリガンだった。あった。申し訳ない。ネッがボイロー任務の振動を扱いするのはエネルギー。こんなメリット減ったって強いな。相手を画面中心据えるロックオン機能欲しいな。ここですか。デミトリとかいいブリッジが壊されて出れないやつ。ナビ強い。これくらい。これでどうだ。おお。デミトリは右じゃないと出せないからね。まあどの番とかいい感じ。スピードよりも。強い。初見の攻撃はしゃあない、ね、カプコンで悪魔狩りはどのガンだったのね。ジュノキョウ、いきますよ。強すぎる人しな。フライナサイ行きますよ。ね行きますよ。なんて貫通持てないからメイクは使えないんで。行きますよ。やりますね。ちょっとあとでフーガミ艦長
だまだ。これはどうよ。どうです。新作でなんてだからおじさんなってた。石田明ってあんなキャラだっただな。今の 3D アクションゲームってダクソとかかな。ね、どうにかげんになさい。なれんかな。これはどうよ。忍者様はなかったな。ね、どうです。貫通ないんだわら。悪魔だし年取らなくてもいいの。石田と小安は定番の悪役とコマキャラだったなど、なんだね。猫手は SC、 これはどうだ。半分人間らしっ。男性は三人三番このくらい強い方が楽しいよね。キリペロペロ。最後勝つのは物理質量敵に背を向けるのは騎士として恥ずかしくないのか。だぞラファエル。キリ4つでフラフラした。いきますよ。弱かったね。キリさんこんばんは。いきますよ。目技で倒せるラスボスってなんだかな。やります。ラスボスだけ目は強いのあるよね。キリペロ、キリさんと一緒東芝を倒した。いきますよ。まだまだ R1 押しながら左から H 押しながら右カリッと周囲ぐるぐる回り以下のプレキリ飲んだのは日本酒1号分クレイだったんですけど、ダークガラット7円には俺も小学生のわせてな。キリさんの遊び慣れた女性調べたい。これはどうよ。ハメ技があるならやめれない。アーク2のラスボスはちょっと高くらいなさい。いい加減になさい。完熟エッグは楽しいから1年に1回はやる。これはどうよ。リメイクミスドランの最初のミスドラン。いきますよ。全然こいてもクソダリーガスボス。いらないよ。1が6時間で終わるからって見よう。あんなのそうだね。ね、ね、ペロペロペロ。どうです。次私ビール1杯でも酔えます。ね、ね、女子小学生なれば合法だよ。ね、ね、いつかレベル2くらいやって。日本酒強いからポカリで飲まないとし。
ネッオッシュオッシュ。そうだよ。第2段階。酒なんて飲むもんじゃない。これでどうだ。赤、シミちゃんのチューハイ全部飲めないぞ。ね、大丈夫、それオレンジジュースだから。大丈夫だ、いいよせだ。さあ、サワーの真下にはいく。違ったのかな。12って今じゃ大売れや時代感じる。アメリカと欧州では20万体のようで、旋回なしでここまでやれるとはすごい。オッスオッス。これはどうよ。ね。対策なら今でも30万とか入れてほしい。攻撃対策が出てこっち取られたとしよう。これはどうよ。もう図の線まで行ったのか。やりますね。これはどうよ。赤、今の時代でミリオンってごく一部のゲームぐらいだったのよ。これでどう？行くぞ。赤、そんなのなし。
くんの塩地好き。頭おかしくなるで。半分だ。勝ちちゃういいもの。やったぜ。やったか。パチパチパチ。おお。やったか。やったぜ。やったぜ。やったぜ。私ではやはりやったぜ。倒すのは無理でしたね。パチパチパチ。やったか。とか間に合ったようです。やったぜ。やったぜ。ザコか。やったぜ。な、バロテンね。ね、ね。かわいい。な。ノンフレッなっちゃう。手の触れにきは不安な。エデン三等死生官6万10の赤権利行使資格8677に基づき、もうダメだ。本島システムの全効果と本島死生官のメモリーバックアップを申請。やめろ、やめるんだ。打ちたければ打ちなさい。私のメモリーはすでにエデンによってバックアップ。もうダメだ。おしまいだ。今度目を覚ます時が楽しみですよ。エデンにより確認。死生観6万10の絵。申請を受理した。バックアップは制御完了。カトロックストーの初期化命令は、ひとまる丸秒後より開始する。一体、どうしたらいいんだ。まずいな。割り込み命令。一等粛清官、ロックマントリッカーの命令を再優先。ロールちゃんと、死生官ジュノは、イレギュラー化の権利あり、システムボイスだろう。ロックマントリッカーは、権利行使資格103に基づき、本島死生官をすでに処理。ロックマントリッカーの名において、カトルオックス島の初期化命令無期限凍結と死生官ジュノのバックアップデータ商業を申請する。なお後任の死生官はトリッカーがしばらく兼務。このサル後ほどマザーのマナーを発生するんだろう。あんたサル一等粛清官の命令を再優先なのか。追加申請なのか。エレンはこれより待機コードに復帰する。なお、一等粛清官の申請内容に関するログは、秘密保持のために消去する。マザーへの報告は、機関により直接報告されたし。プログラムのエラー、電子機器の故障、俺たちレプリロイド、イカラク。粛清官だった事実、ジュノーさんバックアップ消されてかわいそう。いいよ、ロックマンジュノイレギュラー認定されてて。くさ。君は僕のことを知ってるの？僕は、ロックの外部記憶装置。マザー2にメモリーをスキャンされないように、君が作ったんだよ。あの程度でイレギュラー扱いされるのか。今はまだ何も。どうしてイレギュラーを発生するんだろう。ただの猿じゃなかった。君が何者なのか、なぜ記憶を失ったのか。ロックが X でジュノーがコピー X って気がした当時。赤、黄色イレギュラー。ね、
ロック。だからデータだったんだの。ロックマンシリーズ半端。いつもこれじゃ。つながってるのが面倒。大丈夫？いらっしゃいませ。大丈夫だよ。おじいちゃんとずっと目線いじってたんだけど、これから新しいダッシュが始まるんですよね。楽しみだな。イカ略、こっちはすごいもの見たない。そんなの息がするもんじゃの。X の時代がよりやばかったんですかね。2で全部回収されてないよね。話なんだから。ね。どうしたのロック？なんでもない。ごめんね。3出せないほど2が売れなかったとは思えないんだけどな。よく心配してるんだから。2で伏線像や。でも、放置したんだって。何になったことは一度もないよ。私、もともと3ロックのこと信じてるの？続く予定だったからね。回収は3でされるから。ありがとう。叶わぬ願い。じゃ、戻るよ。ロックマンゼロの時代。では。支配者コティエックス。ウッキー！逆らったら即位。イカ略。埋葬された文明というのはそれっぽいね。506。ファンシー RPR。ベータくん、なぁ。かわいい！ナムカクでもジュノとこんなやりとり。かな。コティエックスがすげ。イレギュラーなん。ね、ついで、よいしょ。今するのかい？これで、いつでも飛ばせるよ。ご苦労様、ね、ロールちゃん。本当にもう、行ってしまわれるんですね。どちらかといえばマザーってなんだろう。街を救っていただいて、まだ十分なお礼もしていませんのに。ダッシュさんはいつ、ね、ゆっくりしたいのは山々なんじゃが、わしらにはまだ探さにはならんものがあるからな。ね、ええ。お礼なんて。この子を修理できるディフレクターが手に入っただけで十分です。悪魔城とロックマンが諦めた。せめて島のみんなに会って行ってもらえませんか。ダッシュさん、レインボーマンかな。そうじゃの。あ、そっか。やっぱりみんなに挨拶くらいはしとかんとな。よし、ロック、わしらを代表して行ってくれんか。ええ、みんな喜ぶと思いますわ。発色美少女が出る。いってらっしゃい。ジャンク屋のおばさんによろしくね。ダッシュさんは出ても別物。じゃあ、行ってきます。カプコンさんがロックマン11の売れ行き次第で、ね、とも感じたけど、イカ略、リチュアル・オブ・ザ・ムーンとロックマン12で十分やろ。この人の頭、卵寿司みたいだな。世界観変わりそう。今出たと、携帯とかソシャゲ、なる予感しかしない。赤、ターンピックが通さない。イメシックガイランこと来そうだから無理やろう。 DASH3 で欲しいならスマホガチャゲーでどうだ。イカ略、シャイニングレーザーあるからこの後の旅も大丈夫だ。問題ない。スポークドップみたいな移動な。お前な、 WA とかアークのやつひどいらしいですな。携帯機ぐらいのブラならちょうどよくない。なくなくない。カプンコは BOF を返し、実はロックマン DASH は携帯アプリ化はなんだよな。まあイカ略、ロックマンってもう新シリーズは作れかね。結局無印が売れて時点で X までやろからならカプコン内製では、無理外注も時と場合よるし。まだやったロールちゃんの彼女。やっぱりインティさんじゃないか。X はもうアクセルとかいうコナンが出てきてわけがわからない。スロで新シリーズが来たぞ。まあ悪魔城はゲッカリマスター来るから。ロールちゃんの彼女ってなんだよ。ロックマンズサッカーの新作は出ますか。ね、おっす。ありがとう。ゲッカリマスター楽しみ。イネブネが愛想づかしたしな。泣けてくる。ね、じゃなく、まあ、悪魔城は出すから。
ポタマス、まあ同じかと、まだヒポポタマスのままなのか。マイティノア、Q は成功しましたか？結果追加なし、やろう。わらわら。ね。5月も、かぶせてきてる感あるけど、動物はひどい仕打ちを忘れない。ガンゴルとガイデンはどうすっかな、俺もな。マイティノー Q は売れましたか？でも確保。すがりつき。てる任天堂ってどうよ？赤、ジョロンジョロンとお風呂行ってくる。まあドラゴンマークとフォーデスは買いますよ。マイティは完璧。ロックマンのそれでしたね。プロテラー。コカテラ。ね。そういえばブレスオブファイアは成功しましたかね。なんかマイティは悲しくなった。ドラクエなんて今だ。スライム。すがってるもんな。ニンテンドーは新しいものもしっかりで、るやろ。新規 IT 立ち上げできてるのがニンテンドーくらいってのだ。サードは、イカラク。ドラクエ11ハマさ。確保。すがってる感じよな。おしゃげ関係があれだけど CS はまあ頑張ってる方。6は完全黒歴史なりました。サビ終わり。不便はまだまだ強い。倒せない。カプコンはとりあえずやってる。いいじゃないか。不便だ。ラストオロナミン C がコレクションコレクション出したのはそれだと思うぞ。ね。そういえば任天堂の倒し方を知ってる会社はどうなりましたか？マジで今の技術フル。使ったオープンワールドで BASH やりたい。ストライダーもなんだかなって出来だったな。千万声何本も抱えててまあまあとか言われる会社。ロールちゃんが可愛くなくなりそうだから。いらないよ。あ、当たりが出たらもう一本。それな、今なら楽しいオープンワールドなりそう。任天堂を倒したい。任天堂の倒し方知ってる会社は任天堂でゲーム出すぞ。ドグマもこけたからオープンワールドはモンハン以外で。イカレフ、今から似たゲーム出すから潰す。ローグライクな BASH ってのも良さそうだがね。ドラガリア。ドグマは一定の評価はされとるで。白。関係の天末とか任天堂やったヤクザ。もう行く S。 バージョンダウンすればいいの。ではコロクラが悪いんやん。ストレッチどうぞ。行っても出ても買わないでしょと見透かされた結果やで。白いやー、はどう考えてもコロクラが悪いでしょ。ダウングレードか。権利頃用語とかどうか。ルダルオ、ドラガリアの話ね。本当のヤクザは非番売り、昔がほとんどだった件、裁判の結果はまだ出てませんよね。白。いやー。
非番時代から評判悪いからある意味全くブレない。カプコンは普通。コピー機番売ってたもんな。お、青いままクリアか。難しいだと？本当のヤクザ。貴様は俺は！違うとか言ってるだけ。サルー。本当にありがとうございました。皆さん、ね、お体に気をつけて。しかも RPA をやれと申されるか。またな、アメリア。ウキキキそもそもシロ、いや、ハクニコの特許取ろうと。だからああなったんだ。さようなら。今考えれば、やった。見送り市長一人。市長しか見送りくれないのか。結局大いなる遺産やロールちゃんのお父さんお母さんの手がかり。プニコンは特許取ってるけど。そうさ、ではなく一生のみだと。今回この島に寄ったのは事故のせいだったんだもの。でもよかったじゃない、人助けができて。うん。ねえロック、地下で大いなる遺産ないとかな、うん、開発の速度考えるとドラガリア裏で作ってて裁判って流れがね。 CTS さんとかゲーセンのオペレーターぶちってたわ。どんなことがあってもロックの味方だから。ロールちゃん、ロック、ロール、外を見てみ、島の方じゃ。ロック、うん、はあ、ドラミちゃん、かわいい。どうロック、あ、ロールちゃん、ちょい左。この後装備売るんだよね。島のみんな？みんな見送りに来てくれたんだ。バイバーイ。ね。アクティブマスター。ね、ね。眠たそう。ご覧ください。見送りがいる。島を救った小さな英雄たちが、何か疑問系、新たな冒険に行ったとしています。まだこんな旅の終焉飛んでたの？彼らを見送ろうではありませんか。いい人たちだったね。未来なの。またあんな人たち。カメラはものすごいアナログっぽい。さあ、次の冒険に出発よ。簡単にケア。過去の技術は失われているからね。猫いが平和的なのはそういうため。作られたから嫌で、録画禁止なら最後はアナログ。頼るしかないからね。しょうがない。イカ略譜。で、恋さんたちの歴史が続きてよかったよかった。そっ。この後、宇宙暮らし。右と左。しか操作できないやん。縦移動どう？うんや。家事をガーってやるやつ。死ぬまで。一度やりたい。名作だった。名曲、そもそもビブアウトの時点で大分生活レベルがだな。名曲、多分それで死ぬ。いい歌。さあねって誰か言ってたけど確か、なあ、ね、にも島だったっけ。いいゲームだった。ね、声優豪華で、この曲好き。この世界はコストア、ポッカリポッカリ。資源と技術が大量。はるか、イカレック、曲が、この曲スポスこのスポ、カメ略多いっすね。エデンの声一人だけなのか。一度滅んだ後って設定の世界観好き。カプコンの世界観がつながってると。ESH は一番未来かな。見えてなかったら選択しないやろよ。向こう側のホームで待っててよ。今そこに行くか。
人間は全て滅んだんじゃなかった。ポケベルとか入っててもおかしくないメロディ、この曲買おうかな。かっこいいエンディングやな。なお、ゲーム内 CD ショップで聴けるのもある模様。今売ってますかね。ね、されなくて本当よかった曲。ロックマンシリーズのエンディングは全部最高なん。ニコニコね、あるサマーフィー自作アニメすごいよ。カラオケで歌えるぞ。この曲はカップリングなんだよね。エレクトリカルそんかな。ママで DL 版売ってた。サントラも入ってるけどスレッジやな。エレクトリカル音楽数名曲ね。知らん。 BASH のエンディング、ハサンクスユアプレイング出てこないの。イカレフいらない。わからへん。知らん。 あんなところのんきに飛びやがって。おいドロン、もっとスピードは出ねえのか。仕方ありませんわ。あの子に壊されたメカの部品を寄せ集めてこの子たちに作らせたんですもの。マイティの剣で海外でも嫌われ者。次の島に着くまでの我慢だな。こいつさえ売れば今までの損失なんかめっちゃ。ソーシャルのゲーム1個負けた後またなんかやらかしたんじゃな。イカ略ソシャゲの開発むらしい。偶然迷い込んだ部屋にあんなでっかいリフレクターがあるとはな。やっぱり最後に笑うのは俺、あのクリスタルは抜けめない。無事に次の島にたどり着けたのだけどね。ちゃっかりリフレクターパクってて。お兄様らしくさ。2で結局リンボーなってるんだけどな。ね、結局このリフレクターどうなったんやろ。しかしあと結局借金まみれ、ね、マブー全部制作費で潰したんだろうな。わらわら。開発お金の管理が甘そう。また来週マーブー買い叩かれそう。あ、確かデパート建てたけど閉店したんだっけ。デパート建てた恥、確か真っ当なデパート始めたんだけど倒産。一文なし。な、イカラク。ラブミ。青い空と紺碧の海がど。ロックマンダッシュ。今どき百貨店なんて青いくたいだってね。やっぱりトロ一家だな。ショボーン、がっつりあるやん。リトライも、るからもっとかかってるぞ。お、難しいモードやん。
わら。ん？ね。ね。イオン、潰されたのか。やりまオタグッズバッグ仕入れた繊維で潰れるの。まだまだ。難しいのに、ひたすら敵が硬いのがしんどいねんな。あっ、最後の馬を食べたとこ。うらいなさい。なんだこの年季は。たまげたな。潰れてるもんなら、行きますよ。スペシャルブレード並みの面積を使いますが、いい加減みんな行きますよ。百貨店もセブンアイ取り込まれたりとか時代だな。そういえばロックもこの赤武器全部売られるんだっけ。ね、次のブレイクスルーはもう商品は電子 3D プリンタでもう自作イカレック全部売っちゃった。テヘテロ、セブンアイとかいうフランチャイズ先からキーも吸い取って引き上げ、イカレックフラッター号の改造のため全部パーツ売られたはず。身ぐるみ全部売っちゃったんだ。それどころか細胞単位で医療が変わる可能性すらあるな。敵武器から売られる。ボールパンマジックチップ、トーマスの世界でも発電機されたりと書いたよね。横沢恵子、40代でこの声はすごいな。野沢雅子はさすが衰えが見えると思う。なお続編でビグアウト免許が
ご愛見てるとまだまだ野沢さんいけそう。ビグアウト免許試験嫌い。でもサトルソラの公認も定着するまで時間かかりそう。三石琴乃のセーラームーンも若干きつかったと思う。ウグイス城、これがわからない。シンカリオンの美里さんが無理あったな。ね、ウグイス城もう交代なかったっけ。トップ交代。うん、声優は年取ってもその時の演技しなあかんのよな。まあアスカがもっときつかったが、最近のタワクロジョン・アビラが実況ない。アスカはね、イジーの声変わりもびっくりだったよ。野沢雅子すごいと思いながら、やっぱり昔の聞くと違うからね。ジョン・カビラ実況のタワクロ創造を変えた。戸田恵子のアンパンマンは大丈夫なんすかね。しんのすけも変わったし、ね、ジョン・カビラはフォの美も実況ね。実況はくさね。そうだよ。お邪魔するわよ。ねっねっ。ローラーダッシュも相まってボトムズ感かな。コロン役の飯塚さんも久々演じるとなって昔の声聞きまくった。いかなく、戸田さんヘビースモーカーだったはずだからちと心配。CD3 枚組ならもっとボリュームあった可能性。犬、疲れる。
ね、おいゴルア、尻から出ても困るでしょ。どうです。ね。
それはどうよ。修行不足でカレーが尻から出る。食パンマンとドキンちゃんって結ばれることはないんだ。YOUBIE 食パンマンはな、を出すんですが、口から出たら腸閉塞。食パンマンは自分の顔を太陽かざすと焼けたトーストが出現する。マーガリンじゃね。わしはカレーは耳から出るで。ロック、ちょっと待って。わかっ、落ち、僕は涙腺から出ます。ってみて、太陽引くわ。ない、それにこだろう。気をつけて。アーカイブ、すれねえかな。あっ、出てなかったのね。三越の袋は柳瀬先生デザインだよな。ちょっと上の方、ロックの色ちょっと違いますね。ダッシュは1と2だとどっちが面白いの。プレステノンラインだよね。ね、1か2くらい。そうだよ。ドボーン。法律上プレステ4のアーカイブスは無理らしい。 PS4 の公式 HP 以下略。ブルマもな、掃除機療法面白いから一から順番やってほしい。そうだよ、ありさん。対面な、矛盾の塊がない気が。何の法律でダメですかね。逆言えばプレステ3はまだまだ現役ってこと。じゃあ1からやってみようかな。もっとお色気要素欲しい。 BASH0 とかはないね。サービス終了するのがいつか。もう寄るんやろなって。トロン様で十分お色気だと思うね。ソニーの互換性ってなんなんすかね。まだまだ現役。そうだよ、鎖骨が。法律が大体の枷で大抵そのおかげで互換性影響するのは脳。
女出せよ。市長じゃなくてよ。おっさんなみかん、値下げ合戦のためやろ普通。プレステ4はほぼパソコンで PS3 と別ハードからな。単純 M 作る能力ないことの言い訳でしょ。サルゲッチュ久しぶやったら面白かったぞ。 PSNOW でプレステニアアーカイブすべきるん。ゲッチュの時点で Windows で入れられたからパソコンなん。任天堂 VC MS 驚異の技術力。海外でプレステ4はアーカイブすべきてるから日本特有やと思うで。プレステ3 PS2M 搭載したら7万なったん。SWIPCH ファミコンできたからまだ期待できに。そうだよ、 M じゃなくて部品搭載したん。 VIPA の販売も打ち切り。感じるんでしたよね。任天堂は Wii ジョンコードなんとかくれよな。 MS ハマジで謎技術持ってんだよな。アーカイブス関係は国内の法律か。いいパソコン買って M でやろう。違法なみかん。プレステ3のソフトは PS3 のわけわからん CPU のせいでアーカイブイカ略。海外の任天堂ショップのゲームって遊べないかな。遊べるぞ。 M は無礼なだけぞ。アカウントいじったらやれたはず。今度はロック個人利用での M は。でも放送配信は危ないから非イカ略。海外アカウント作ってそれで買うだけでいいんだぞ。はいこの海外アカウントって作れるのね。動くようになる。プレステ3で買ったアーカイブス VIPA で遊べたから PS4 でも買い。イカ略。プレステ4アーカイブ内定期。足元見た値段ページ来る。ロールちゃん来たらね。読み込まなくなったがアーカイブダウンロード層イカ略。 PSVIPA 買ってないの。販売終わっちゃうのか。プレステニアアーカイブはレンタルなります。はい、見積もりは大事ってはっきりわかんだね。
ね、カードの授業の問題どう？かならんかな？プレステ4高くて買えないと思っていたのか？ PS5 で買うのか？VITA TV 買えばモニターで PSP とプレステと VITA できるから、イカ略、ね、相変わらず、蹴る岩尾、頭、直接ゲームをインストールしよう。プレステ5なんて出るのか。プレステ5そろそろ出るのか。FALLOUP76 のクロスプレイ。プレステ5はまだ情報。弾底線である互換機はファミコン以外もで、ね、欲しいっす。イカ略譜でも4の後継機は作るとかなんとか。なおプレステ5がどうなるのかがわからないという。フォールアウトのネットゲーどうなるやら。ねっねっは FPS とかやるの？出るって噂はちらほら出てる。モルドナで食べるやつね。AI とロボットの時代なって遊んで暮らしたい。もともとバカみたい。高価なゲーム機だからね。ちょっと君、暮らす前、この先は一般市民立ち入り禁止だ。そうな世界だな。下がってなさい。お願い、ここを通して。この先昔比べるそんな値段差はないと思うが、ミッションスタートのロボットが人類ハンクをするのですから、ハイロボットハンクです。ダメだ、ターミネーターみたいになりそう。ミッションコンプリート。それじゃわかんねえな。コナー君が変にするから無理。道具を対する値段はまだそこそこそこあるんだ。昔のパソコンエンジン CR5 あたり比べると安く感じる。ね、で間は任務に粛清する理由ないっしょ。ね、マシンで来なかな。スカイネット君強い。バスター強ない。MICROSB で別良いからな。
ね、なお、レイフォースのマザーコンピュータも。ミッションコンプリート。ロック。ん？愛国者たちって人間じゃないのか？ SF の鉄板ネタだからね。しょうがないね。簡単。じゃあ。まるで RPA みたいな速さだ。ラビルレルなど。愛国者は最終的に AI になった。愛国者はプログラム化可能。そろそろ二次元いける技術できないの。ミラーマンでもなるのか。VR は二次元を覗いてるだけなんだ。作るのに一体いくらかかったと思ってやがんで。おつ、シャブレのおつめく、キーゼル様、パソコン
ン使いたいってなってちょうだい。行かなく。もう許さねえ。オツです。オッオツオツ。ね。オツオツ。バイバイ。ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。バイバイ。バナナ。バナナ。オツオツ。許さねえ。オツオツ。さあ、戻るか。おつおつ。